日英決戦。タムラのイギリスを知ろうということで、8月25日、カルツ川崎に向けて、マットボックマックスの、ダブルタイトルマッチを行います。この日英決戦を盛り上げるためには、まず敵を知ろう。私の友人というか恩人でもあります、イギリスと日本人のハーフのトミさんに来ていただいてます。トミさん、トミです。トミさん、はい、ありがとうございます。イギリスってもう大まかに どんな国ですか。僕のですね、イギリスのイメージはですね、なんか雨しか降ってないんじゃないかっていう。あ、実を言うと、東京より降らないですよね。あ、そうなんですか。うん、実はですね、東京と降り方が違うんですね。ですから天候的に言うと、東京ってのどっちかっていうと、はい、ザッてこう降って、はい、でカラッと晴れる、はい、でもその間にこう雨量が上がっちゃうんですよね、はい、で向こうはですね、確かにどんよりが多いんですよ。でも向こうでシャワーっていうんですけども、超パラパラって降る感じで、あんまりこう強い雨っていうんじゃないんですね。ですから1ヶ月平均しちゃうと、実は東京より降らない。あ、そうなんですか。そうですね、イギリス人は傘をささない。はい、よく聞くんです。はいはいはい。では、はい、刺します。刺しませんでした。これは理由はとてもいくつか言われてるんですけどね、はい、まあ一つは、その言うなら、傘っていうのは、うん、イギリスでは昔日傘だったんですよ。日傘、うん、はい、そうそう、日傘ってその、まあ、日本でも今だいぶね、男子も刺すようになってきたけど、うん、女性ですよね。そうですね、うん、そうすると、いや傘は男子と刺すものではないと、そもそもは、うん、だから男子は基本的には刺さない。もう一つは、これちょっと諸卓球あるかもしれないけども、はい、向こうあるのはマッキントッシュとか言って、レインコート。あ、レインコート。そっちが主流ですね。だからどっちかっていうと、そういうレインコートを着ることはありますけどね。イギリス人は傘を刺さない。刺さない。勉強になります。8月25日はヒートアップビッグマッチカルツ川崎大会。チケットは公式ホームページより。皆様ご来場お待ちしております。